マリオシリーズ、マリオシリーズのアイテム一覧、スーパーキノコスーパーキノコは、ニンテンドが発売した、コンピュータゲームソフトのシリーズ、マリオシリーズに登場する架空のキノコ。マリオシリーズを代表するアイテム。赤く巨大な傘に白い反転。白色の太くて、短い柄と柄の中心部についた目が、特徴的。基本的な効果は、マリオの体が約2倍の大きさになる。 いわゆるスーパーマリオに変身するというもの。初登場したスーパーマリオブラザーズではマリオの体が小さい時に特定のハテナブロックを叩くと現れる。取ることで体が2倍の大きさになりレンガブロックを壊せるようになる。またスーパーキノコを取った状態でダメージを受けてもミスにならず元の小さいマリオに戻る。スーパーマリオの状態ではスーパーキノコが出る。 はずのブロックを叩いてもファイアフラワーしか出てこないが、後のシリーズでは例外がある。例えば、スーパーマリオワールドでは、マリオの状態に関わらず黄色ブロックを叩くと、現れたり、ニュースーパーマリオブラザーズでは連続コインブロックを11回以上叩くと、最後にスーパーキノコが出てくる。なお、RPG シリーズでは回復アイテムの扱いであり、青色だったり、 缶詰に入っていることもあった。スーパーマリオ 64DS では取ると体が一定時間巨大化し無敵になり障害物を壊せるようになる。8回壊すとそれ以上は壊すたびに一アップとなる。これはルイージ、ワリオ、ヨッシーでも使用できる。マリオカートシリーズではスーパーキノコと同一デザインのキノコまたはダッシュキノコというアイテムが登場し使用すると カートがが加速するる。効果あマリオカート64、マリオカートダブルダッシュ、マリオカート DS、マリオカート W、マリオカート7、マリオカート8、マリオカート8デラックスでは、パワフルキノコ、またはパワフルダッシュキノコという一定時間カートの加速がし、放題になる王冠をかぶった金色のキノコがある。また、マリオカート7では、タイヤとしても登場した。ピクミンでは、 初代のスーパーキノコを彷彿とさせる竹がお宝として登場。そしてお宝一覧でも主人公のキャプテンオリマーが、これは食べると体が約2倍の大きさになる成分が入っているようだと語っている。一作目に登場したスーパーキノコはゲーム内では大色の傘に赤い反転、そして柄の中心部には顔がないなど竹そのものであった。 スーパーマリオブラザーズ2からイラスト同様の目がつき、スーパーマリオブラザーズ3から、現在の独特の姿になったが、白い傘に赤い反転と、現在と違う色をしていた。赤い傘に白い反転という現在の姿になったのは、スーパーマリオワールドからである。ペーパーマリオシリーズでは青色をしている。スーパーペーパーマリオでは、缶詰の形でも登場。キノピオとキノピコの、 スペシャルアイテムとして登場。ワリオ様の部屋ワリオ様からの回答その3、日々で遊戯、に、あなたが知らない、マリオの恐るべき、秘密重戦イティメディアゲームズハットも参照。ありがとうございます。